ガンちゃん、コペ前日ですが、最後の晩餐ですかね。死んだわけじゃないよ。復活しても食べるよ。お寿司もたっぷり食べて、大好きな麺もたっぷり食べて、明日もこうやってレビューするので、よろぴく。さあ、ガッちゃん、いよいよですね。最後の晩餐、こちらです。最後の晩餐、田島牛がいいな。田島牛はもう食べたでしょ、美味しいのいただいたでしょ。では、いただきます。緊張、まあまあするよ。まあ少なからず、周知だからね。まあ、ちょっと、行ってきます。はい、頑張ってください。はい。はい、無事終わりました。うん、喉の奥ね、2箇所取ってるので、で今ガーゼも詰まってて、あと、うん、麻酔でちょっと、うん、魂抜けながら、うん、とにかく終わりました。お騒がせしました、うん、ありがとうございます。まあ、この後、ね、良性なのか悪性なのかっていう生検もかけられるので、まあ、ちょっとその結果が出るまで私は心配なんですけど、うん、お騒がせしました。とりあえずオペは終わりました。あると痛い。痛いな。ということで、ゆうちゃんに戻ります。はい。はい。今、手術が終わって、車に戻ってきました。やっぱね、気づかれしたみたいで、帰ってくるなりもうバタンキューですね。頑張った、頑張った。辛いね。うん、うん、切ってるからね。冷やすとちょっと楽？うん、冷やしたら楽になった。うん、意外だ意外だ。うん、全然全然。あと2時間ぐらい経ったら痛み止めもう一回飲んどく。4時間空ければ最悪飲んじゃっても平気って言ってたから。飲んでからどのくらい時間経ってんの今？2時間ぐらいか。2時間強弱だ。何でしょうか？痛い。ちょっと今鼻かんで喉がのどちんこからカッて動いたんだけど、気圧の絡みで痛かった。